暗い。そうだ、こんばんはじゃないんだよ、こんにちはですね。まつげをあげます。こんにちは。よし、レッスン前で、そうそうです。今日めっちゃ暑いんですよ、外。デトル下は分かると思うけど。もう全然半袖で余裕な気温、暑さ。なんか暑いなと思って調べたら広島25度とかあった、普通に。びっくり。25度だよ、25度。部屋に寄ったらそうでもないけどね。飲み水さん、焼きそばパン、西 NP さん、フランスパン10個ありがとうございます。ひとちゃんメロンパン、マー君3号さんメロンパン、ダイディーンさんサンドイッチ、王さんサンドイッチ、マー君3号さんカメロンパンありがとうございます。ダイディーンさん猫パンありがとうございます。ピロシさん、ゆうちゃんパン、ディネさんメロンパン、ともゆきさんもメロンパン、ありがとうございます。今日なんかまつげ上がらん。そう、もうね、夏な天気です。今日はもう夜とかはね、まだ寒くはないけど、まあちょうどいいけど、昼がめっちゃ暑い。吉田お疲れ、ありがとうございます。湿気でまつげ、いや湿気は多分ないと思う。夏湿気はもうないけど、今日はカンカンベリみたいな、カラカラに晴れてるので、そう、朝はどうでしょうね。朝は普段外出ないので朝から外に出ることなかなかない。でも今日は暑いとも寒いとも感じなかった。朝は日焼け対策はもうしてますよ、ちゃんと。でもまだ手とかには日焼け止め塗ってないけど、ちゃんと顔にはもう日焼け止め塗ってます。と日傘ね。
レスしたらさらに熱くなる。そうそうなんですよ。なので今日はもうレッスンも半袖で行こうと思って。朝ちょうどいいかな。確かに そうカラッとしてますよ今日は。全国晴れとんかな今日は。全国カラッとした天気なんですかね。外はカラッと中は違うと。あ、そう今日朝からでも今考えたら、冷静に考えたら朝からコロッケ食べました。朝からコロッケと、カツサンド。気づいたらどっちも揚げ物だったんですよ無意識的に買ったものがそうでした。今日はね、パン起きた瞬間、目が覚めた瞬間、パンが食べたいと思って買いに行った。なんか明るさが、いや暗いな。今日は暑いですね。ライディーンさんトーストたくさん、ヤンカーさん猫パン、ふとぶきさんメロンパン、ありがとうございます。浅香さんハート、タカヒーロータカさんトースターフルーツサンドサンドイッチ、たくさんありがとうございます。でもパンはなんかコンビニとかのパンはさあんまり食べないので、お惣菜系のパンってよりもパン屋のパンが好きなので朝目覚めて、昨日割と早く寝たので、そう朝起きてパンが食べたいって思ってパン屋に行こうって、行動力いやなんか一瞬一人でモーニングをしようかなってちょっと思ったんですよ。ちょっと一人でモーニング店内で朝人おらんしさ、モーニング行こうかなって思ったけどやめましたちょっとなんとなくやめました。好きなパンを買って帰ろうと思ってやめたんです。お家でモーニングしましたギフトの影響あるかもね。昨日パンの話したけん、昨日パンの話したのはもう結構夜やけん、夜はねパン屋さん開いてないけん、揚げパンホイップクリーム入りが止められなくてやめられなくて、叱ってください。好きなものを好きな時に食べたらいいんですよ、好きなだけサラはそういうホイップ系のなんかクリームみたいな、チョコチョコみたいな、あんますぎるのはね、あんま食べないんで、朝からカツカツになりました。カツですよ、カツ。近くっていうか、まあ歩いて行ける距離にパン屋さんがあって、そう歩いて行ったけど、意外となんか朝早すぎたけんか、オープンして10分15分で行ったんですよそしたらなんかね、あんまり種類が置いてなくて、そうあんまりなかったんですよ。なんかメロンパンとかもあるかなと思ったけど、思ったよりなかったけど、ね、コロッケはもうねサックサク揚げたてすぎて全然後悔しないし、胃もたれも全然しなかったですよ美味しかった普通に。
そう、牛肉コロッケと何食べたっけ、カツサンド、普通にカツ、うん、ヒレカツ、何カツなんやろ分からんけど、カツサンドと、食べてないけど、まだ食べてないけど、あれも、あれも買った、ガトーショコラ、ケーキも売ってたんですよ。パン屋ってなんかケーキも大体売ってるじゃないですか。そう、ケーキも買った。けどさすがに食べてないですよ、まだ。確かに早すぎたけん、全部っていうかいっぱいはパン焼けてなかったんか。半年前、半年前、もう1年前ぐらいかな、にも行ったことがあるパン屋。めっちゃ早く早朝に行ったんですよ、結構前。しかもその時雨やったのに、どうしてもパンが食べたくなって買いに行ったんですよね。多分メールで送ったけど、いつかな、多分結構前。普段の朝ごはん、なんか朝っていう朝に起きてないけ、昼夜兼用の昼ごはんみたいになったりするんですよ。朝から食べたねって言うよ、本当に朝から食べた。甘いのはケーキ、確かに甘いのはケーキだった、ね、子供の頃パン屋になりたかった、サラはパティシエになりたかった。広島16日か緊急事態宣言出る、やばいね。僕体大丈夫かな。1日1食、1食じゃないよ、昼夜兼用の、昼夜深夜とかになるんですよ。そうそうそう昼夜で終わればいいけど、昼夜深夜になったりして、まあ3食やけど、昼夜深夜、朝昼晩じゃない、昼夜深夜。になるね。そう、3食は守ってるんですよ。3食は守っとるけどって感じ。サラピ健康的よな、健康的よな。今の話を聞いて健康的だと思いましたが深夜はね、でも罪悪感あるけど、その分美味しいんですよ。その分美味しいっていうか、罪悪感は感じるけど美味しいよ。あ、3食食べるってとこか、そういうことか。深夜に食べても顔にできもんできんの、いやここにできたよ、だけちょっとやばいなと思って。そうそうそう、なんかこの辺とかに、ここはここにできるニキビは食べ過ぎとからしいんですよだけそうさ、ここには絶対できん、絶対っていうかほとんどできんくて、できるってなったら ここはですよ、こことここって大体そう食べ過ぎとかそういう理由なんですよだけそういう理由なんだなと思って。そうそうそう、あとね、スナック菓子とかをね食べたらね
出るよねって感じそう、ここ食べ過ぎとか胃が荒れたりしたらここに出るらしいんですよ。でも胃が荒れるのって大体あのあれなんですよね、辛いのを食べ過ぎ、カレーん辛いのを食べ過ぎというか食べたりとか、そうそうそうらしいよそうらしいです。いやいやお綺麗です、優しい。寝る3時間前は食べないとかな、全然ない。10分前でも食べて寝ますよない全然ない。え、そういうのねした方がいいのは分かってるんですよ。寝る前1時間は携帯見ないとかさ。でも携帯見とかあと眠くならないんですよ。分かっとるけどやめれんやつですね昼ご飯は何を食べたでしょう。マークサンゴさんトースト、ゆーちゃんサンドイッチたくさん、あきおさんフランスパンたくさん、ライディンさん焼きそばパンたくさん、あさかさん猫パンたくさん、ありがとうございます。多分普通はね携帯とか見らん方がすんなり寝れるんやけど、寝れるんだろうけど、なんかさ携帯をこう見とったら、あ眠くなってきたってなるじゃないですか。映画とかドラマとか見とったら、あ眠くなってきたって、そういうことそういうこと、そういうことなかったらね考えんでいいことを考え出して、別に変なことじゃないよ、そんなネガティブなこととかじゃないけど、どうでもいいこと考え始めて逆に脳が働いて寝れんくなる気がする気がする。配信見ながら寝落ちしたって言ってくる人たまにおる、たまにおるよ。ちょっとだけ仕事を抜けてきましてやる気をくださいって、頑張ってください。サラもこの後夜まで動くので皆さんも頑張って動いてください。羊なんて数えないよ羊は数えないよ。あでも本当に寝れん時は数える時もある。去年の自粛期間とか本当になんかもう寝れなさすぎて、寝れんかったらもう普通に、羊は数えてないけど普通に1、2、3って数えて気づいたら寝てるんですけどね。声が眠くなる人、そんなおるんかな。エアコンつけるか悩み中です。どういうこと？あれ？クーラーの方。まあそりゃそうか、こんな暖房はつけんか、つけなくていいと思います。こんな5月からエアコンつけとったらこの夏生きていけなくなりますよ多分多分。
赤ちゃんかわいい、嬉しい。みちさんはもうみちさん自体が寝とるみちさん自体が寝てるじゃないですか。なんか寝れん時に、ほんとそれこそ1年前とかの自粛期間とかに寝れん時に寝れなさすぎて、そう調べたりしたんですよ。その寝れる YouTube とかで、ね、寝れる音楽、違う、寝れない時音楽みたいな調べて、そしたらなんか寝れない時の音楽みたいな、なんか5分で眠りにつけますとか10分以内に、ね、眠りにつけますみたいな、そういうやつあるけどさ、そういうやつを聞いたところで寝れた試しがないんですよ。でもなんかね、それはサラはなんかその YouTube が終わったら携帯が切れてくれたらいいけど、電源が。切れてくれたらいいけど、切れない時ってあるじゃないですか。なんか切れないっていうか、ずっと次の違うやつが流れたりとか、ずっとその画面がついたままこうなるやつとか、そっちが気になって、サラはそれが気になって寝れないんですよわかるかな。それが気になるせいで、そのちゃんと切れてくれるならいいけど、自分で止めなきゃっていう脳になって、そういうのが気になって寝れなくなる。カメ、サラマーダーさん、何これ、カメパンタワー、ありがとうございます。カメパンタワー、メロンパン高級ですね。カメロンパン、カメの形のメロンパン、実際にでもパン屋さんに売っとるよね。なんかアンパンマンのパンとかさ、アンパンマン、カメ、あと何があるかな。パン屋さんによくあるそういうやつ、可愛さが入ってるやつ。地域によるんかな。アンパンマンはなんかよく見る気がするけど、アンパンマンとカメは、アンパンマンはね、でもチョコのイメージ。ドラえもんのパン。
パンを見たことないな。それも結局地域というかパン屋さんによるんかな。ミッキー見たことない。あ、パンダある。パンダよくある、確かに。パンダ、クマとかはよく見る、確かに。確かにね。こうか。暗いよね、逆光、昼の逆光かな。暗くなる。サラマンダーさん、メロンパン、カメロンパンタワー、ありがとうございます。うん、今日は暑いね。ドラえもんパンは見たことないな、サラは。ああ、コアラも確かに。確かに動物が多いんか。動物が多い気がする。でもパン屋さん、メロンパン、メロンパンが、うん？メロンパンが好きっていうよりも、うん？間違った、メロンパンじゃない、全然違う、フランスパンが好き。フランスパン、明太、特になんかガーリックフランスパンもいいけど、明太フランスパンが一番好き。明太フランスパンは別に福岡やけんいっぱい売っとったわけでは、定番的に売っとったわけではなく、普通にあれかな、どこにでも売っとるんかな。アンパンがフクロウの形、フクロウ見たことない。でもパンダ、パンダ、コアラ、クマ、クマ、クマはないか。パンダ、コアラとかかな、が確かに多かった気がする。あ、ミルクフランスもいいですね。ちなみに昼、昼は何を食べたでしょう。もう昼も食べたんですよ。今日はちゃんと朝昼晩3食になりそう。昼は何を食べたでしょうか。何を食べたでしょうか。フランスパンのサンドイッチ、何それ。カップ麺、違うよ辛麺、違うよ。うどん、え、うどんはね、悩んだんですよ。ざるうどんを食べるか悩んだけど、やめて、やめたので違います。カツ丼、違います。それ、何それ、昼カツ丼、それ何、それは自分がってこと。肉、餃子、ブブブブ、満足
ところないですね。じゃがりこって昼ごはんって昼ごはん、そうめんでもないですね。麺ではない、一旦麺から離れた方がいいですね。そう、麺と悩んだのに麺じゃないものを食べたんですよ。ラスク、ご飯ご飯って言っているでしょう。ご飯、まあ当たらんか普通に考えたら当たらんか。正解はサーモン丼でした。サーモン丼、サーモン丼です。当たらん？うそ、そう、難易度高かった。いや、海鮮丼でもピンポンにしようと思ったけど、それっぽいのすら出てこなかったので作ったのって作らないよ。難易度高くて腐って、その腐ってほどじゃ腐っていうほど面白くはないけどね。美味しかったですよ。一人暮らししとったら、もう刺身を、刺身、寿司屋に行って寿司食べる以外刺身を食べることなくて、でも寿司も食べたかったんです。あ、でも人生初めて中魚を食べた。なんか本当はね、よくお弁当屋さんみたいなとこで売っとる海鮮丼を買いたかったけど、もう売り切れたんですよ。普通に昼なのに、普通にもう売り切れてたので、そう、意見あれと迷って、あの、なんだっけ、あの、あれと迷ったんですよ。うどん、ざるうどん、あ、暑かった、外が本当に暑すぎて冷たいもの食べたいなと思って、ざるうどんと迷ったけど、人生で初めて中魚を食べました。初めて行った。中魚って多分福岡ないんですよ。そう、多分福岡になくて初めて行った。そう、胸息がね、よく中魚中魚って言っとってでもさ、牛丼は、牛丼屋さん行かないので牛丼は食べないんですよ。そう、福岡なくて、広島に来てね、中魚初めて見た。でも美味しかったですよ。なんかもらったんですよね、これ、これ見せたの。10、15、16は中魚、月の真ん中、中魚の日。あ、そういうこと、中魚なんかな、中魚。あ、福岡に2店舗あるんだ。2店舗、でも見たことないな、全然。中魚、スクラッチもらったんですよ。広島よく見るね、なんか中魚。だーん、なんか当たったよ。いや、でも一番下のやつだ。小吉が当たりました唐揚げ2個もらえるらしい。え、もらえるんかな、これ。おお、サーモン丼、そう、サーモン丼と、サーモン丼としらす丼で迷ってサーモン丼にしました。人生初。
確かに小吉で唐揚げ2個くれるって優しい太っ腹ですね。30分になったらランキング見ます。また行かんといけんやつになっちゃう。ネイキにあげてもいいや。ネイキにあげてもいい。その件くださいって胸息にあげます。てんや聞いたことない。あ、聞いたことはあるか。でもわからん、行ったことないな。当たり出るし今日はいい。でもね、これ当たりっていうか絶対に当たるんですよ。どれかしらが外れがないやつなんですよね。外れがないやつで一番下が唐揚げ2個なんですよ。家の中におったらあんなにも外が暑かったことを忘れるくらい涼しいけど、めっちゃ暑いんですよ。外本当に暑い、びっくりするぐらい暑い。ミシェヌ P さん、サンドイッチありがとうございます。日焼けせんようにね、せんといけ。え？髪？髪ってこんな感じやっけ？ひげ？ひげじゃない。髪ってこんな感じやったっけ？なんか違く見える。こんなもんか。ひげではない。なんかフォントが違く見えるね。嬉しい。仕事中だ、倍ならって。倍ならフルーツサンドね、食べたいって思うけどね、フルーツサンドってやっぱちょっと高級なんでね。中国のフォントそういうことか。今日の前髪はなんて、あ、今日はまあ割と90、今日は割と100点、今の状態なら100点に100に近いかもね。今日はね、今日はねって感じ。今はね、今はねだ。今日はねってより今はねですね。夏のポニティーナでも、サラはもうあの夏は髪の毛があって、暑くて暑くてたまらないので、ある方あの結びたい人なんですよ。顔にひげを描く配信と聞いて描かないよ。ああ。髪ひげってわかるよ。一応ちゃんとわかりますよ。大丈夫。でもね、ちょっと外に出ただけで
あのやっぱマスクするのもあるけど、マスクのから出てくる蒸気とあと暑さとかその他もろもろで前髪崩れたんです。ちょっと外出ただけで。レッスン後に、もうレッスンよりレッスンで、ね、こんな前髪がキープされることはないですね。しかも長いレッスンの時とかないですね。でもなんかね、仕事の日より休みのなんか休みの日の方が休みの日休みの日の方が前髪うまくいくんですよ。言い忘れましたが初見です。ありがとうございます。マスクしててメガネは曇る。メガネ先見わからん。メガネ先見わからん。サラピの前髪最高って、あら本当ですか。前髪ね変えたりしようとかちょっと思ったりするけど、結局これが自分的に一番しっくりくるんで変えられないんですよ。まあ、でも分からん、仕事中やけんっていうか、あのその仕事の日やったら余計自分が気にしてしまって、こうなんていうかな、こう気にしてうまくいってないと思うだけなのかもしれんけどね。ヘアスタイルさんにやってもらえることはできない。前髪は、前髪は誰にも任せられない。前髪に関しては自分しか信じられない。フォーコさん、西 NP さん、ギフトありがとうございます。よし、じゃあランキング見ますね。48位ヒデトさん、24位埼玉山添さん、13位糸ちゃん、12位ありがとうございました、31位秋尾さん、10位王さん、9位フォーコさん、8位セリアさん、7位朝香さん、6位高弘高さん、5位ゆうちゃん、4位西 NP さん、3位マックン3号さん、2位ライディーンさん、1位サラマンダーさん、ありがとうございました。ということで、あ、終わりかって、そう終わりなんですよ。ちょっとね、中途半端な時間なんで、12時でもなくちょっと中途半端な時間にはなりました。ありがとうございました。それでは終わります。